ここからが私の腕の見せ所ですよ。私のスコープの前に立つのが悪いのです。ターゲットの名前はモテすぎ天蔵、今まで異性と付き合った経験なしと。そんなあなたを私のこの手で幸せにして差し上げます。覚悟してください、天蔵様。
ません。ごめんなさい。はい、私です。私は、パタコと申します。キューピッドをやっております。そうです。人間に愛を運ぶ天使です。見習いですが。天使学校3年生の卒業試験は、先生から指定された人間にモテ器を与えることなのです。3年生である私は、天井様を指定されましたので、あなたに愛の矢を放ったのです。矢を放つのは、在学中に嫌というほど訓練させられているので、卒業試験といっても、とても簡単なことなのですが、私、間違えて、大量連射してしまい、天井様を、必要以上にモテてしまう状態に陥れてしまいました。それが人生でたった一度のモテ日で、明日から永遠に彼女ができなくなってもですか？人間には、生涯3回のモテ期を作るのですが、その時使用するのは一夜なのです。それなのに、16夜も当てちゃったから。今日たっぷりモテてモテて困っちゃう MMK になってしまった後、生涯そんな日はもう来ないんです。悔しいけど、言い返せません。ごめんなさい。そして、助けてください。パタコ、このことが学校にバレると、正規の天使になれないどころか、落第の上、すごいことされちゃいます。だから天井様、この機会を利用して、死んでも彼女を作ってください。どうしてですか？人間が自然だと思っているそれは、私たち天使のおかげなんですよ。だけど天井様、さっきも申しましたように、あなたは今日を逃すと。はい、異性だけでなく同性動物からも恋愛感情を持たれることは生涯ありません。女の子たちをメロメロにしてください。フェロモンショットとはモテる男性のみが使える技です。今の天井様は使い放題なのです。標的の女の子がアンってなる場所に向かってバキューンと放出してください。そうこうしているうちに告白が成功してお互いの気持ちが一つになれば二人は結ばれます。つまりは告白されて OK するか、告白して OK をもらえばいいわけなのですよ。普段は優柔不断で、目移りも多そうですもんね。ちなみに、タイムリミットは今日の夕方までです。それ以降は、ただのモテない男になってしまいます。それともう一つ、精神力という、天井様が誰かを思う心がなくなってしまわないようにしてください。それがなくなってしまうと、その時とどめを刺された標的以外の女の子と結ばれちゃうこともありますよ。はい、そうです。それでは、誰かを選ぶ前に、もっと天井様のことを教えていただけますか？勉強についての質問をします。勉強は好きですか？おお、即答ですか。では、家で何時間勉強してます？すごい！
家ではほとんど勉強でした。はあ、逆に心配になります。それでは運動についての質問をします。足は速い方ですか？すごい自信です。では 100m 何秒で走れます？なぜそこで黙るんです？それではおしゃれについての質問をします。ファッションは気にする方ですか？見た感じそんな感じがします。では下着は毎日変えてますか？なぜそこで黙るんです？それではエッチについての質問をします。ベッドの下にいかがわしい本を隠してますね。おお、あの年の男の子とは思えない発言です。では何冊お持ちですか？失礼しました、まさかそこまで真面目なお方とは。なるほどなるほど、天蔵様の人となりを把握いたしました。そういう方でしたのですね。それでは天蔵様、このパタコに誰に告白するのか教えてくださいませ。告白する人を選んでください。了解いたしました。それではサクッと行きましょう。私の卒業のために、あとは天蔵様のためにも。どちらも大事ですよ。大丈夫です、本当に。さて、ここから先女の子が次々と天蔵様に向かってくるでしょう。その子たちを見つめてフェロモンショットでバッキューンと焦点させちゃうのです。そうそう、フェロモンショットは使い方に気をつけてくださいね。ご心配なく、私は天蔵様にしか姿が見えないようにしておりますから。はい、本当です。それではガンガン行きましょう。